あ、モーバルに出てるんだね。紫とか水色が好き、うん、水色あ、いいかもね。あ、かわいい。かわいいね。なんか猫ちゃんになってるよ。あ、エイリアだね。まとまるくん。あ、まとまるくんがいいよね。消えやすい。こういうやつかわいい。どれどれ。その前にこのね、スタンドをちょっと設置しちゃおっか。さやん、何それ。え、ちょっとね、あるものが届きました。これね、デスクライトなんだけど、うん、実はさ、このさ、今使ってる机のライトがちょっと調子悪いんだよね。うん、なんか結構チカチカ変わっちゃう。これが暖色と白色って選べるんだけど、で、普段ね、暖色で使ってるんだけど、たまにね、この白色の方に変わっちゃうんだよね、勝手にね。うん、前は電気の色が青色になったんだよ。で、これ変えたんだけどダメだったので、これで試してみたいと思います。はい。じゃあせっかくだからさ、ちょっと机紹介してみようか。うん。まずこの真ん中に置いてあるものは、山梨県のオルゴール館で作ったオルゴールです。あ、オルゴールね。ちなみに。最近ね、動画出したばっかりだね。うん。これセーラームーンのね、オルゴールね。うん。これは沖縄で作ったフォトフレームです。これね、みんなで作ったんだよね。うん。これは、じゃーん、沖縄で選んだお土産です。あ、これはね、シーサーだよね。うん。あとはこれ、ポニカロードさんのものがここに。そうだね、これはね、サインボール。はい。あとパスとかね、あるね。友達にもらった、じゃーん、カワウソのぬいぐるみ。カワウソ好きだからね。かわいい。この辺にファイルやノートがあって、辞書があったり、うん、あとこれは、あ、ドンペンくん。ドンペンくん。クレーンゲームで撮りました。クレーンゲームで撮ったやつね。うん。非売品、うん。で、あとはここにお父さんからもらったお下がりの。あ、お下がりのね。うん。iPod Touch。あとここにはカラーペンや鉛筆。あとここには本や、うん、あとなんかスマイルゼミとか。うん、あと学校の教科書があります。はい。え、これはガチャガチャで。これね、気に入ってるんだ。うん、見てて。これね、変わるんだよね。うん。じゃーん、ブレスレット。で、またユニコーンにすぐ戻るんだよね。うん、すぐに戻っちゃう。こうやってここをくるくる回して、こうやってここもこうやってくるくる回して、こうすればできちゃいました。そうだね。あ、あと前お小遣いをもらったので、うん、貯金箱。貯金箱ね、うん、ちゃんとサーヤって書いてある。あ、そうだね。これはね、晴れママキッズ TV でやってるので見てください。はい。ほら、お、溜まってきてる。うん。これね、最近ちょっとあの使い方を変えたんだよね。うん。前はここにこれからやる宿題とかを入れて、で、終わったらこっちに入れるっていう感じで使ってたんだけど、まあ、それはね、低学年の時にそういう使い方をしてて、今はね、まあ自分でやってるので、ここちょっと変えようかなと思うんだけど、どう？あ、普通にさ、ブックエンドとかにした方が使いやすいかなと思って。あ、ここね、はみ出してるしね。ね、だからちょっとこの辺を整理するためのものを買いに行こうかなと思うんだけど、うん。で、買い物行って、で、あとね、帰ってきたらスタンドもちょっと設置して、ちょっとこの机周りをね、変えていきたいと思います。はい。じゃあ行こうか。おう。ということで、さやは机を整理するための小物と、レガをね、学校で使うね、文房具を買いに行きたいと思います。はい。じゃあ早速行ってみよう。おう。あ、もうハロウィン出てるんだね。早いね。もうすぐだ。マカロン。かわいいね。パンプキン。パンプキン。かわいい、こういうの。早いね。用意しないとね。この辺から収納がね、小物の収納とかこの辺にあるね。うん。ね。あ、見て。あ、ブックスタンドこの辺かな。うん、なんか猫とか。かわいいね。うさぎ？うさぎか。猫とうさぎ。あ、そうだね。可愛いんだけど、もうちょっと背がね、ちょっと足りない
ないか、これだとね。パタンって倒れちゃう。倒れちゃう。そっちぐらいかな。こっちぐらいね。紫とか水色が綺麗、うん、水色あ、いいかもね、まあ、この辺のベージュもいいよね。うん、ピンクの机だから、ね、落ち着いていいかもね。うん、この辺もポーチだね、ポーチ。うん、見てキラキラ。あ、キラキラだね、まあ、こういうのに細かいのしまっちゃってもいいよね。うん、この辺とか可愛いじゃん、うん、ね、これ可愛い。キーホルダーとかさ、細かいものをしまうのにはいいかもね。うん、かわいいね。かわいいなってるよ。かわいいね。うん、これにしよっかな、入れるの。あ、いいんじゃない。ちょっと開けてみようか。どれぐらい入りそう、うん、あ、結構入るかな。あ、そうだね。特にね、仕切られてもしてないから。スペースいいかもね。うん。ガーって入れちゃうもんね。やっぱりこっちも綺麗かな。あ、まあね。レインボーでね、キラキラだね。こっちにしよう。それも中はどう？同じような感じなのかな？うん、中は一緒だね。じゃあこれにしようか。うん。やっぱこっちにします。こうで。じゃあこれにしたいと思います。はーい。あ、消しゴムあるね。いっぱいあるね。見て、ほら、これ3色あって可愛くない？あ、本当だ。ガチャガチャ。でもさ、消しやすいやつがいいよね。あ、見て、これ綺麗に消す。これは可愛いけどね。綺麗に消す。あ、そうなんだね。こういうのでもそうなんだね。あ、これもじゃん。もっちり綺麗に消せる。あ、そうなんだね。見て。あ、これはケースなんだね。ここのじゃあ消しゴムが変えられるのかな。目ん玉。目ん玉だね。あ、前こんなの買ったよね。紫の。ね。今持ってると思う。あ、本当？遅い。細太い。あ、そうだ、ちょっと小さめの感じだね。あ、まず見て、ウッディ。あ、ほんとだ。あ、エイリアだね。まとまるくん。あ、まとまるくんがいいよね。消えやすい。こういうやつかわいい。まとまるくん。あ、そういうやつね。で、その辺で探そっか。じゃあ、レイカさん2個ぐらい選ぼうか。うん、まず、まとまるくん、これ。まとまるくんがいい。これかわいい、ほら。ガチャガチャ、ウッディとか入ってた。あ、いいじゃん、いいじゃん。じゃあ、あと1個はね、このツムツムにします。はい、じゃあ、買いに行こうか。うん、この辺にあるね。うん、ね、ウックスタンド。見て、木。あ、木とかね、かわいい。へ、あ、ほんだ、見て、後ろハローって書いてある。こっちの背高いのもあるじゃん。ほんとだ、ね、こっちも、うん、かわいい。後ろ見て、顔になる。え、ほんとだ。あ、猫ちゃん、あ、本当だ。猫、あ、ちょっとちっちゃいかな。うん。ね、高さ的にはね。まあ、木もいいけどね。うん。これには合うと思うけどね。うん、じゃあこれにします。あ、それいいかもね。うん。買ってきました。で、ブックエンドと小物入れを買ったので、早速整理をしたいと思います。その前にこのね、スタンドをちょっと設置しちゃおうか。うん。じゃあこれを先にやっていきます。はい。じゃあね、開けていきたいと思います。はい、どんな感じなんだろうね。今度はね、ちゃんとなってほしいよね。これね、もう3つ目だからね。3つ目なのに同じメーカーさんでね、パチ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 ダメなんだよね、なんかだから、なんか間違ってるのかなって思う。じゃあちょっと開けてみます。はい、あ、なんかこの中にまた箱が、あ、かわいい、なんか星が書いてある。お、こんな感じ。ここでね、なんか明るさ調整できるのかな。なんかね、手でセンサーでやってくれたりするみたい。え、面白い、やってみたい、早く。よいしょ。お、で、これが説明書。いや、ほら、これがなんかね、これが人感センサーで、人がね来たら勝手についたりとかいろいろするみたいだね。このライトの下に手を入れると、うん、ついたりとか。へえ、楽しみ、面白そうだな。あ、意外とちっちゃい。ここがライトの部分だけどね。ね、明るさが足りればね、別に問題ないけど。で、ここに USB がついてる。じゃーん。入ってたのはこんな感じで、これがね、本体で、ケーブル、クランプ。で、これはアダプターかな？ちょっと出してみようか。じゃーん。で、これがアダプターがついてました。そしたらまずはこれを取り外しちゃおうか。じゃ
ゃあこれをね取り付けていきたいと思います。はい。でね、今ね、ついたんだけど、これがね、人感センサー、ちょっとやってみようか。うん。おー、消えた。おー、消えたね。じゃあ、つけまーす。おー、ね、こんな感じで、センサーでね、つけられまーす。はーい。で、ここの上に、くるくる回すのがあるんだけど、ね、これで、色調節ができまーす。ね、面白いね、これもね。じゃあ机のライトもつけたので、早速このブックエンドを使って片付けていきたいと思います。はい。じゃあやっていこう。じゃあまずはここ、できました。お、片付いたかな。うん、うん、ここら辺が、うん、さっきはこれだったんだけど、ね、うん、こんな感じでここにブックスタンドをね置いてね、ちょっと変わったね、うん、あと電気の場所もここにあるから、ね、電気の場所がね、うん、ちょっと雰囲気が変わったし、そうだね、この真ん中のところがね変わったよね、スペースが空いたからちょっと置いてそうだね、まあ、とりあえずかな、まあ、また変わるかもしれないけどね、こんな感じでいいのかな、とりあえず。じゃあ次はこれに小物を入れていきたいと思います。はい。で、こんな感じで細かいものはこんな缶に入れてるんですけど、この他にも入らないのがあるので、こっちに入れていきたいと思います。じゃあ早速詰め込んでいこう。じゃあまずは納豆のスクイーズと、これはチャオフェスで作ったやつだ。あとはこれは虹色の食パン、これはね、こうやって真珠が出てくるやつ、これは猫ちゃんのぬいぐるみです。で、これはもらったやつです。あとはこれはガシャポンで取ったやつです、食パン。あとはキーホルダー、これはね、ここを押すとピョンって出てくるんだ。うん、なんかでもらったんだっけ。ガストのガチャガチャだと思う。ああ、そっかそっか。で、これはなんだろう、豆腐って書いてあります、うん、で、あとはセーラームーンのフィギュアの入ったやつです。ああ、うん、それもガチャガチャだね。うん、これはあのおもちゃで作れるアクセサリーナです。こんな感じかな。よし、これでオッケー。じゃーん、入りました。これで片付いたね。うん、やっほー、やっほー。レイカ来たね。うん、レイカもちょっとね、お買い物してきたんだよね。うん、で、消しゴムをね、買いました。はい。ちょっとさ、ここの机に出してみようか。うん、どんなのを買ったか。お、つむつむ。これつむつむのまとまるくんだね。うん、で、かわいいね。うん、まとまるくんかわいいね、つむラブって書いてある。2個目、じゃん。あ、またつむつむ。これもつむつむで、ウッディとバズとロッソとエイリアンだね。こっちがね、ミッキーとかだね、つむつむだね、うん、クレーンで救われてねえ、かわいいね。でね、レイカはね、こんな消しゴムを買いました。はい、今日はデスクライトを変えたり、机も整理して、小物も整理しました。高評価、チャンネル登録、通知ボタン、ツイッター、インスタグラム、フォローお願いします。それじゃあごきげんよう。また見てね。バイバーイ。机じゃんけんじゃんけんぽい。机グーでした。バイバーイ。